Hey, Honda. ここはホンダに中にあるプラザーカフェ。ホンダですね。で、面白いのはカフェの隣に、カフェの隣にこの総一郎の水があるんですよ。カフェオペ総一郎社長の無理すみだ。で、これ全部読んでみてください。읽어보세요。あ、無料。無料で飲んでもいいんですよ。で、ここのコイもその水で作ったんですね。飲んでみましょうか。あのコイお願いします。もう値段はそうですね、あんまり高くないし安いですね。本当にその一層一路の水で作ったんですか、この声は。そうです。ああ飲んだことありますか。味が違うんですか。美味しいです。美味しいですか。僕も飲んだことないから今気になりますね。あ、저도마셔본적이없어서궁금하네요。이렇게만들고있고요。ゲイプラザカフェ。ここはホンダ本社ですよ。このビルはちょっとなんだっけ、窓側、外の窓側ちょっと後ろにあることを見たんですけど、なんで後ろに あったんですかね。ちょっと教えてください。여기빌딩보면요빌딩의유리가좀안쪽으로있어요왜그런지궁금해서한번물어봤습니다はい、ありがとうございます。ん？教えてください。でも地震があった場合、聞こえない。顔出ないので大丈夫ですよ。うん、教えてくださいよ。答え知ってるじゃないですか。あ、僕は知ってるけど、他の人々が知らないから。あ、そっか。すごい、なるほど。あのね、あのそのビルの、 あの窓がなんで後ろにあるか、それあのここに来たらよくわかりそうなんです。聞いてみますね。あのなんだっけ、あのビルの、 あの、ま、なんかガラスが後ろにあるじゃないですか。それなんでですか。はい、その窓ガラスが割れて、うん、その下に歩いている人に当たってしまったら危ないということで、うん、普通の会社ですとあのように窓ガラスが出ていると思うんですが、うん、この会社はちょっと引っ込めて作ったんですね、うん、それが本田総一郎の思いからそういうふうに作られました、うんうんうん、そうなんですよね。その通りなんです。あの地地にあ발생했을때사람들이다치지않도록그렇게생각을해서만들었다고합니다。정말대단하죠。本当考え方すごくないですか。感動しますね、それだけで。 OK、 Have a nice day。